はい、田中球児です。今回ですね、今このゲームね、テストサーバーっていうのが立ってるんですよ。テストサーバー。で、テストサーバーが立ってて、次シーズンまであと32日ぐらいあるんですけど、その32日後におそらく実装されるんじゃねってのをね、テストしてるんですよ。めっちゃ気が早いんですよね。で、テストサーバーで割かし衝撃なことがあったんですよ。まあもうみんなでこれね、ちょっとね、このテストサーバーっていうかね、まあテストサーバー動画ね、もうみんな上げてるんで、正直ね、ちょっとね、もうみんな知っとるわみたいな、みんな知っとるわみたいなね、人が多いと思うんですけど、それはですね、伏せ打ちができなくなります。というのも、このゲームって現在だと伏せ打ちできるじゃないですか。こう打ちながらわかりますよ、こうやって伏せる。まあ伏せ打ちがね、結構強いと思うんですよ。でもね、それがね、次アップデートだとできなくなります。で、これがね、テストサーバーのね、伏せ打ちなんですけど、わかるこれ。伏せが解除されるっていうか、伏せは解除されてねえわ。伏せは解除されてない。覗きが解除されてるのね、わかる ?ADS。まあ、専門用語で言うと M ダウンサイトなんですけど、ADS 状態が解除されるんですよね、打ってる最中に。でも、なんか知んないけど、新パークで、それをね、要は今まで通り伏せ打ちできるよってパークも追加されてるんですよ。これっすね。スカイフルドロップショット。パークの説明にも書いてありますね。伏せ打ちしながら、あなたは ADS、覗き込みがね、できるようになりますよ。しかし、ADS、覗き込みでのね、精度はリデュース。まあ、推測するって意味らしいけど、まあ、減少すんじゃねえの。ADSL は下がりよう的なこともね、書いてあるんじゃないでしょうか。まあ、よくわかんないですけど、オーストラリア在住、アメリカ在住の方はね、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、ということで、今まで通りの、伏せ打ちをね、したい人は、このね、スカイフルドロップショットってのをつけないと、できなくなったっていうことなんですよ。おそらく新シーズンでは、そうなるんでしょう。で、早速新パークをつけて、本当に伏せ打ちができるのか試してみました。で、やってみたところ、普通に伏せ打ちできるんですよね。だから、新パーク、パーク3の、スカイなんとか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 っていう、まあ、伏せ打ちがね、できるようになるパークは必須パークになるんじゃねえかなってね、感じっすね。っていうか、伏せ打ちできなくなると、俺結構伏せ打ち多用するんで、相当イラつくと思うんで、俺は多分つけると思う。パーク3のね、デッサとかね、今そんな強くねえから、正直パーク3につけるものがあまりないって感じあるしね。まあ、だからとりあえず新パークのね、スカイなんとかなんとかなんとかっていうね、伏せ打ちできるやつをね、まあ、つけるんでしょう。おそらく。で、それ以外にも新パークが来てます。で、新パークのね、リーコンっていうパークなんですけど、これどういう効果かっていうと、敵を倒したら敵の周りの敵がわかるという効果です。で、どういう効果か見ていくと、さ、実際の画面で。あー、なるほどね、敵を倒すと、なんか白い輪が出てきて、その範囲の敵がわかりますよと。まさに敵を倒すと敵がわかる効果っすね。これ結構強いんじゃない？これ結構強いんじゃない？割とフルパとかで使ったら強そうじゃねこれ。常に敵の位置わかるじゃんみたいな。俺結構強いんじゃねこのパーク。でもパーク2なんだよなー。そう、パーク2って割と激戦区じゃね、冷血とかゴーストとかタフネスとか激戦区だから、まあ、パーク3で実装してくれ。でもパーク3やれか、今回紹介した伏せ打ちできるようになるやつが来ると、激戦区になるから。てか、伏せ打ちできるやつがね、選ばなきゃいけなくなるって考えると、パーク4だな。パーク4って新たなカテゴリー作って、それに置いてくれれば絶対選べるんで、お願い、ということで次、パーク1に新しくオーバールックってのが追加されました。これ効果は、まあ、オペレータースキルの進む速度が速くなるっていう感じっすね。まあ、正直そんな、まあ、しょうもない。しょうもない、正直。しょうもないな。しょうもなくないな。すごいパークだと思います。はい。で、使ってみたんですけど、めっちゃ速くなってるなって感じは正直しませんでした。まあこれ大体3倍速なんですけど、3倍速でもまあそんな速くないよね。だからあんままあパーク1ってぶっちゃけライトウェイトとかあるし、まあそんなまあ使われることはねえんじゃねえかなって、このままだとね。まあ強くなったらおそらく使われます。SP だらけのゲームになると思うけど。まあだからまあこのままだったら使われないだろうなって感じがひしひしとするパークっすね。で、次に、新武器のね、やつもね、実装されていたんで、ちょっと見ていきましょう。新武器、これっすね。これ、アサルトなんですけど、多分このまま実装することないだろう。このまま実装されたらすげえごつくね、このアサルト。めっちゃ強そう感パないよな、これ。ということで、新武器っすね。この新アサルトか。これめっちゃ強そう。これ本当に強そうだよな。名前もね、まだないけど、何なんだろうね。まあ、ということでね、まあ、新武器のめっちゃごついアサルトが追加される予定です。
で、新しくね、マークスマンも追加される予定なんですけど、画像がありません。まだ見えぬ銃です。名前もわからない。姿も見えない。この状態で武器を予測しろというのは、かなり至難の業じゃないでしょうか。できた方教えてください。田中90が驚きます。で、それ以外には新武器はないっすね。まあ、スナイパーとかの新武器ないことはぶっちゃけどうでもいいんですけど、そのショットガンと LMG だよな。ショットガンの新武器もないし、LMG も新武器ないんですよ。この2つ絶対ミスられてんだろ。運営に絶対ミスられてるだろ、ショットガンっていう感じがするんだよな。あと LMG も。なんか LMG とショットガン新武器来てあげればいいのにね。完全に忘れ去られてるよ。で、それ以外だと、新 SP が来ます。新 SP のブルーチャージっすね。これどういうやつかっていうと、突進をし続け敵を倒すというすごい脳筋パークです。で、まあね、ちょっとね、実際に見た方がね、多分ね、効果説明するよりか早いんで、実際ね、使ってみてもらいましょう。まあ、こんな感じっすね。で、これね、結構面白いんだよな。わかるこれ。敵を倒し続けるんだよ、こうやって。これ面白くない結構。で、壁とかに当たっちゃうとね、終わりなんですよ。じゃ、壁に当たっちゃいけないよね。ひたすらもうね、前に当たり続けるって、そういうパークっすね。結構面白いパークだと思う。今までいないよね。で、もう一回使っていくと、これどうなんだろう ?AI だからこれ前弾く効果あるかわかんないけど、前もし盾みたいに弾く効果あるとしたら、相当強いと思うんだよな。これマジでウケる。これ別ゲーだろ、これ。これ別ゲーだろ、これマジで。これさ、全員フルパル使ったらウケるよな、これ。これマジでウケるんだけど。これマジでウケるんだけど、引き殺してるよな。ということでね、これがね、新 SP のブルーチャージちゃんです。割かし楽しみっすね、自分は。来シーズンめっちゃ変わるよな。こう見るとバランスとかいろいろと変わるよな。今シーズンあんま変わんなかったけど。で、それ以外にも新マップが2個追加されます。 MW から来たシュートハウスと MW から来たシップメントです。今までのは WW2 っていうゲームから来たシップメントで、今度はね、 MW から来たシップメントが来るわけですよ。あ、ちなみにその MW から来たシップメントも WW2 から来たシップメントも COD4 っていう神ゲーから来たんで、そこはちゃんと覚えてください。で、まあこれがね、シュートハウスですね。まあシュートハウスはね、 MW の中でも結構俺はね、好きなマップっていうか神マップの方だと思うんで、これが来たことはね、すごい嬉しいっすね。MW のマップって結構だらっぴろいマップが多いんですけど、シュートハウスはね、わりかしもう狭めのマップで、俺狭めのマップの方が好きなんで、結構好きっすね。これランクマッチで来てもね、まあそんなクソマップって言われることはないんじゃないかなと思いますが、まあラストがね、COD モバイルだとクソマップって言われてるんですよ。あれ、もともとのね、MW2 だとそんなクソマップ言われた記憶がないんで、もしかしたらクソマップ扱いされる可能性はあります。はい。待つポジション結構多いんで、シュートハウスは。で、シップメントの方も見たいっすよね、皆さん。もうシップメントめっちゃ変わってるんですよ。こんな感じっすね、シップメントね。まあ、MW エディションということっすね、はい。まあ、だから、まあ、障害物が増えるんだよね。MW エディションになる。あんまり、エディションって言いにくいよ、マジで。エディションって本当に言いにくい。MW 版になると、基本的に結構ね、まあね、障害物が減るんで、まあ、シップメント、ガンマチ増えるのかな。まあ、シップメントはでもそういう、まあ、なんかガンマチとかそういう考えるマップじゃないんで、まあ、別にいいっすけどね。まあ、ということでね、今回ね、いろいろとね、アップデート。公開テストサーバーのね、まあ、中身のね、解説しましたが、まあ、個人的にはね、伏せ打ち削除っていうかね、弱体化っていうのかな。まあ、それはちょっとね、やめてもいいんじゃねえかなと思う。このゲーム結構な、ね、アクション寄りのゲームなんで、その COD シリーズでも。だからまあ、伏せ打ち弱体化結構賛否両論出ると思うんだよね。どちらかって言うと俺、伏せ打ち弱体化、まあ、心拍追加してきて、まあ、心拍つければまあできるんですけど、まあ、それでもどうなんだろうね。なんか、それ結構中途半端だと思うんだよな。それが一番思うわ。なんかさ、伏せ打ち削除したいんだけど、でも伏せ打ち削除で批判されたら嫌だから心拍追得しと、追加って言いにくいんだよ、マジで。追加しとくか、みたいな感じじゃねえの、正直。まあ、だから伏せ打ちはね、結構嫌いな人も多いんだよね。また伏せ打ちかよ、みたいな。特に2ボタン勢っていうのかな、スマホ勢だときついと思うんだよ、このゲーム。2ボタンでやらなきゃいけない。スマホ勢ってさ、4本置くとさ、画面がさ、結構さ、もう満杯になっちゃうから、2ボタンってなんで2つの手、2本、そう、2指でやってる人が多いと思うんですよ。俺は4指でやってるのね、 iPad だから。
だからまあそういう2指勢にとってはその伏せ打ち削除って結構ありがたいんじゃないかなと思う。4指勢からしたら俺みたいなね、伏せ打ち削除ふざけんじゃねえよみたいな感じじゃないんでしょうか。だからまあまあどうなんだろうね。まあ結構だからもう真ん中取ったよね。伏せ打ちは弱体化するけど心拍つけたらまあいいですよみたいな、結構真ん中取ったと思う。俺それがちょっと微妙じゃねと思うんですけど。だから要はまあ伏せ打ち弱体化しないか、それともねもう完全に削除しちゃうか、まあ極端なね方を取った方がいいかなってしなくはないんですけど、まあでも怒られるのかな。まあ皆さんの意見聞かせてください。はい、じゃあ今回ね、まあこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おっち